い、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございます。本日やってきておりますのは横浜市港南区横浜市地下鉄ブルーラインの上長屋駅です。この駅はね、横浜市地下鉄の中では結構重要な駅として位置づけられておりまして、構造は2面4線の高架駅、地下鉄なんですけどね、高架駅となっております。前を走っている普通電車を後からやってくる快速列車が抜くことができるような、まあ、そういうね、待機可能な2面4線の構造となっているんですが、今回はですね、この上長屋駅から動画のタイトルにもある通り、本日2022年5月2日に営業運転を開始するブルーラインの新型車両4000系についてね、ご紹介していきたいと思います。もともとはね、あのブルーラインでは3000系っていう車両がずっと30年ぐらい立て続けに増備され続けてきたんですけれども、本日ね、いよいよその3000系に引き続く新型車両の4000系がね、本日デビューするということなので、今回はね、それを皆さんにご紹介していきたいと思います。ちょうどその現在活躍中の3000系がやってきました。これはね、2000年代に入ってからデビューしたやつだったかな。大体はね、こんな感じの6両編成が現在ブルーラインでは活躍しているんですが、これに混じって本日からね、新しく4000系という新型車両がデビューすることになっています。でこの上長屋からね、湘南台方面に向かって出発する電車がその4000系の一番列車だということなので、今回はそれに乗ってみたいと思います。よろしくお願いします。もう皆さん知ってる方がかなり多いと思うので、わざわざ説明することでもないのかなと思いますが、この横浜市地下鉄ブルーラインは第3基準方式を採用しています。サードレール方式と呼ばれるやつね。2本の通常のね、車輪が乗っかるレールのさらに横にですね、電気を流す専用のレールがありまして、このブルーラインはそこから電気を取っています。だから通常のね、あの千代田線とか鶴舞線とかにあるような、あの屋根上のパンタグラフというのがありません。あの銀座線とかね、それから御堂筋線と同じような運行形態を取っています。上長屋駅に隣接している車両基地から回送列車としてやってきました。ちょっとね、人混みが、あの、平日のくせにね、あの、ゴールデンウィークの3連休に挟まれた平日のくせに結構人多かったんで取りにくかったんですけど、こちらがね、今回ご紹介します。本日、2022年5月2日デビューの4000系です。横浜市地下鉄4000系。最初ね、僕これ初めて見たんですけど、今日、なんかね、すごい、あの、なんか、見慣れない路線の地下鉄に来てるのかな、みたいな。そういう感じがしましたね。前面のガラスのところと、それから側面には4000デビューということで、こういうね、多分これはそのうち剥がすと思うんですけれども、こういうデビュー記念の特別装飾がなされていました。これ結構面白いですよね。顔はこんな感じになっていて、なんかあの、つくばエクスプレスでね、走ってる1000系、2000系ってありますけど、それに若干雰囲気が似てるのかなと感じました。こういうね、角張ったような六角形と言いましょうかね。こういう形の前面の顔となっておりまして、ガラスもちょっと特殊な形状となっています。あとこのね、ライトもこう前照灯とそれから尾灯がこう縦に連続してつくような形となっていて、こういうのってね、あと他にあの九州新幹線の800系とかでありましたけど、でも在来線でこういう顔のやつってあんまり見ないですよね。側面はこんな感じで、まあ、さっきも見ましたけども、4000デビューということで、こういうね、青とか、それから紫、黄色、オレンジ、緑など、いろいろな色のね、このラインが入っております。あと、それから通常のこういうね、あの4色の青色のラインもあります。それから普通、湘南台。こういうのはね、最近あの、ブルーラインの車両でこういうの増えてきたんですよ。フルカラーに交換されてるやつが出てきたんですけど、これね、ブルーライン、次は下長屋、ブルーライン、ネクスト下長屋。これ次の電車駅の案内っていうのも出すようになったんですね。これはちょっと個人的にはすごくびっくりしました。今までこういうのなかったですからね、ブルーラインは。座席は青色のモケットが使用されていて、袖の仕切りはこのようにガラスがはめ込まれています。ガラスが入っている仕切りだって他に西武鉄道とか、それから山手線の235系とかでありますけど、横浜市地下鉄では今回初めての導入。それからこれはですね、あの優先席なんですけども、優先席に関しても同じように6人掛けとなっています。つり革はこのようにおにぎり型、正三角形のものが用いられていて、これはね、場所によってこのように高さが若干変わるという感じになっています。あとは優先席のこの手すりっていうんですかね、このパイプとそれから仕切り板をつないでいる、この手すりに関しては、これは滑り止めのこういうオレンジ色の加工がなされていて、これはね、優先席ならではなのかなと思います。そしてこちらはドア上の液晶ディスプレイ。これはね、なんか新しいバージョンのものが採用されるのかなと思っていたんですが、これは別にそんななんか特別感はないですよね。この YS ビジョンというのも、これもね、まあなんか広告とか流すやつなんですけど、こんな感じで今ジョージアが流れてるじゃないですか。こういうのもありますし、それからこれは確か新しくついたやつなのかな、防犯カメラもあります。で、あとは、こんな感じでね、あざみ野からセンター北、センター南、新横浜、横浜、桜木町、関内、上大岡、戸塚、そして終点湘南台という感じで、こういった停車駅案内もありました。
こちらは車両間をつなぐ貫通路の扉ですけれども、横浜のランドマークタワーやマリンタワー、赤レンガ倉庫、それから中華街などなど、横浜を象徴するような、ね、ものがいろいろ書かれているほか、あとこの丸いのは何を意味しているのかよくわかりませんが、こういう、ね、横浜の鉄道にふさわしい装飾がなされています。またこの車両を製造したのは川崎重工業で、今年ね落成したばかりですから、このようにプレートにもしっかり2022と書いてあります。これ今年製の車両のね、こういうところ好きですよね。今年生まれたんだなというのを、こういうのを見るとすごく実感します。あとそれからですね、これ各車両だったかな、ちょっと覚えてないんですけども、こういう風にね、あの車椅子とか、それからベビーカーを置くことができる、こういうスペースもしっかり用意されています。最近はこういった車椅子やベビーカーを止められるフリースペースの存在はかなりね、もうあの当たり前のようになってきてますんで、これをありがたいと思う人も結構多いと思います。照明に関しては、これはね、ちょっと確信は持てないんですけど、まあ多分この時代の流れ的に LED をね、採用してるんじゃないかなと思うんですよね。今までのね、この3000系はみんな車内が若干薄暗かったんですが、この車両はね、もう全然あの地下トンネルの中を走っている時でももう車内薄暗さを感じなかったので、おそらくこの車内照明は LED 電球が使われてるんじゃないかなと思います。あとそれからこっちはね、あの SOS と書いてますけども、非常通報機、車内で暴れてる人がいますとかね、あとそれから、まあ、あの急病人が出ましたとか、そういった時にこのボタンを押して運輸指令や運転士に知らせることになります。お願い、非常の場合身なりに車外に出ることが危険です、係員の誘導に従ってくださいという風に、これも多分新しく作ったんですかね。それからね、これはあの湘南台についてから撮ってるものなんですが、これね、最近の新型車両では珍しく、こういうね、あの車両と車両のつなぎ目のところにもこのように窓が設置されています。最近の新型車両はここに窓がつかないのが普通なので、これは珍しいですね。あとそれからこの優先席部分はですね、床がこのように赤色で塗装されています。それ以外の部分は青色です。おそらく座席のモケットがね、あの普通席とそれから優先席で同じなので、こういったところで違いを持たせてるんだと思います。それから運転席はこんな感じになっていて、ワンハンドルマスコンですよね。ただグラスコックピットにはなっていません。最近入れなんですけどね、グラスコックピット。それからこんな感じで、この貫通扉を内側から見るとこんな感じになってるんですね。あの最近入れのそのグラスコックピット、このアナログのね、圧力計とか速度計を液晶ディスプレイ上に表示する方式を取っていないっていうのが、個人的にそこやんないのっていう感じでした。ドアチャイムは新バージョンが来るかと思ったら、すでに3000系で使われてるやつを流用したみたいですね。さあ14時37分になりました。本日デビューのブルーライン4000系の一番列車、普通湘南台行きは時刻通り上中谷を出発します。車内放送を担当されているのは、日本語、英語ともに東京メトロのね、車内放送を担当されている方でした。日本語は森谷真由美さん、英語は誰が担当されているんですかね。ちょうどこの YS ビジョンでは、今乗っているブルーラインの新型車両がね、デビューすることが告知されています。あとそれからね、あのこの車内広告なんですけど、こういうドア横の広告とか、それから中吊り広告とか、天井の広告とか、そういうのがね、全部この横浜市営地下鉄開業50周年関連の、こういうのばっかりでしたね。これしかなかった。さあ列車は最初の途中停車駅下永谷に到着です。ドアランプが点滅していますが、これはどちら側のドアが開きますよということをお客さんに視覚的に案内するために、こういうのが多分点灯してるんだろうなと思います。また今度次の停車駅が舞岡なわけなんですが、またこんな感じでチカチカし始めました。でこれね、反対側の今、進行方向向かって左側のドアが舞岡駅では開くんですけども、右側のドアはじゃあどうなってるのかと言いますと、これ点灯してないんですよ。まあ、つまりやっぱりね、あのこのどちら側のドアが開きますよということを、もちろんこのドア上の LCD でも案内してはいるんですが、それプラスアルファこのようにドアランプを点滅させて、ああこっちが開くのねというふうにお客さんに案内をやってるんでしょうね、多分。横浜市営地下鉄は今年開業50周年を迎えます。ブルーラインとグリーンライン、現在は2つの路線がありますけれども、今後はね、この横浜市営地下鉄50周年記念事業ということで、まあそのうちの一つがね、今回のこのブルーラインの新型車両4000系のデビューでした。じゃあグリーンラインの方では何をやってるのかと言いますと、この50周年に合わせてなのかはわかりませんが、今度からね、このグリーンライン、今は全部4両編成なんですけれども、今度から6両編成の運転が始まるということで、以前うちのチャンネルでもグリーンラインが今6両化工事をやってますよっていうのを動画でご案内したと思うんですが、まあ、それがおそらく横浜市交通局にとっての地下鉄開業50周年記念事業の一つなんでしょうね。こんな感じで間もなく突かこちら側の扉が開きますと、これはねもう今までの電車と全く変わらないですね。それからね、これ戸塚で結構車内が空いたので座席に座ってみたんですが、これ結構柔らかい座席でしたよ。うん、まあ結構ね、あのブルーラインの車両ってどれも座席柔らかいんですけど、でもね、これはね、めちゃくちゃ柔らかかった。本当に柔らかいですからね、皆さんもね、あのぜひあのこれに座っていただきたい。あの乗るだけじゃなくてね、座った方がいいですよ、この電車。
それからね、これは、網棚、これパイプ式なんですけど、そのパイプ式の網棚と、それから、この袖の仕切りをつなぐ、こういう手すりなんですけども、これ手すりがね、結構これ下の方まで行ってるんですよ。ほら、こんな感じでね。あと結構ね、電車でこの角の席に座って、手すりに傘引っ掛ける人とかいると思うんですけど、それがちょっとこの電車ではできなさそうですよね。ちょっと、普通だったらね、この辺りに大体そのパイプの端っこが来るんですけど、それがありませんから。ドア周りの雰囲気は大体こんな感じ。やっぱなんかちょっとね、西武とそれから JR 東日本を足して2で割ったみたいな、なんかそういう感じがするんですよね、個人的にはね。列車は最後の途中停車駅、下飯田の駅に到着。この駅はね、以前うちのチャンネルでもご紹介しましたけれども、駅の周りに何もないっていう、もう本当にね、ここは本当に横浜市なのかと疑ってしまうようなそういう駅なんですけれども、やっぱりね、この電車の存在を知らずに、この電車にたまたま当たった人っていうのが結構たくさんいましたので、なんだこの電車見たことないぞみたいな、そういう感じのね、反応されている方が非常に多かった。まあ、我々鉄道マニアがね、いっぱい乗ってますんで、あ、この電車珍しいのかなと思って写真撮ってる人はそれなりにいたんですけど、でもね、なんか、珍しい電車がいるなぐらいの反応しかしてない人っていうのが、個人的にはまあ、結構多かったように感じましたね。僕を走っているのは相鉄泉野線。あれと合流すると、列車はまもなく終点の湘南台に着きます。本当はね、もうちょっと長い区間で乗っていたかったんですけども、まあいいです、別にね。今回ちゃんと一番列車に乗れただけでも幸せと思わなければなりません。終点の湘南台の駅に到着。で、この駅は横浜市地下鉄の駅の中で唯一藤沢市内にある駅となっておりまして、さっきね、合流してきました相鉄泉野線、それから相模大野から藤沢を経由して片瀬江ノ島まで向かっている小田急江ノ島線は乗り換え。この湘南台までブルーラインが延伸してきたのはかなり最近のことで、確かもう20世紀から21世紀に移り変わるとかそれぐらいの頃だったと思うんですが、まあ、しかし駅のナンバリングは B1 ということで、ここからね、駅のナンバリングが始まることになっています。折り返しはなんと快速電車、すごいですよね。もういきなりなんか運用2つ目から快速列車にぶち込まれて大変だなって感じなんですけど、ちゃんとね、次の停車駅、次は下飯田とも表示されていました。この4000系がね、この快速の運用に入るのはもちろん初めてなんですけども、こう、快速の表示、なかなか似合ってますね。個人的には普通運用より快速運用の方が、ちょっとこの4000系似合うなっていう気がしました。それからこの貫通扉のところにね、この、さっき車体側面にもありましたけど、こういう4色の青いラインが入ってるの、これ結構おしゃれですね。個人的にはこういうの好きです。反対側もこんな感じになっていて、さっきね、あまり前哨灯がついているところを皆さんにお見せできなかったんで、ここで改めてお見せしたいと思いますが、これめちゃくちゃ明るいですよ、本当に。多分今ね、ロービームだと思うんですけど、それでもね、めちゃくちゃ明るかった。こんなに明るいライトを持ってるんだって。まあ確かにね、地下鉄ですから、これぐらい明るいライトがあった方がいいのかもしれませんけど、でもね、これはちょっと東京メトロとかではあんまり見ないレベルの明るさのライトだったんで、これはちょっと個人的にはすごいなと思いましたね。さあ、扉を閉めて湘南台を出発。折り返しは快速あざみ野駅になります。ということで今回はね、横浜市地下鉄ブルーラインの新型車両を本日から営業運転を開始しました4000系についてご紹介してまいりました。結構ね、この時間帯はもう車内高校生で混み合ってるような気がしました。まあ高校生は帰宅時間帯に差し掛かってますからね、高校生の利用が多いのも納得なんですけど、やっぱりね、高校生はこういう新しいものには敏感だそうです。あ、なんか新しい電車がいるぞみたいな。もうなんか普通のね、電車に興味なさそうな女子高生も写真撮ってるのが印象的でしたね。それでは今回の動画ここまで、ご視聴ありがとうございました。